今日昨日何時も昨日さ結局最後まで見ちゃった。なんかもう気になりすぎて、最後の結果がノーセブ買ってほしくて最後まで見た。惜しかったね、ノーセブ。なかなか厳しい。ノーセブね、ノーセブ買ってほしかったけど、だっけ、スクリームの時めちゃくちゃ強かったから決勝行くと思ってた。ノーセプ、ノーセプとネイキッド、ネイキッドだってなんだっけ、予選、グループ予選、グループ予選、グループ予選めちゃ強かったから。ウィナーズ行って、ウィナーズ落ちてルーザーズ2で、でも今日はさすがに昨日よりかは早く終わると思うから、すぐにめっちゃ寝るか迷ったんだけどね。ちょっとノーセプ買ってほしすぎて見ちゃった最後まで。そう、今日決勝、まああと1時間後に始まる。40分からだっけ、10時40分から12時から、配信が12時11時40分から12時スタートのはず。応援してるチーム、ノーセプションっていうチーム応援してたんだけど負けちゃった。でもルーザーズ1はめちゃくちゃ強かった、負けちゃったけど、すごい強いチームなんですよ。それも早めに終わんないよ、12時まである。でもリドルが決勝行ったの嬉しい。でもめっちゃ決勝行ってる。日韓9チームいて、9チーム中5チーム半分以上行ってるんですよ決勝に。前回なんて日韓2チームしか行ってなかった、10チーム中2チームだったのに。前回ファンと、ファン1-2-3とフナティックはず、スプリット1、イヤー3のスプリット1はめっちゃ行ってるからすごい、ね、楽しみですね決勝。なんちゃらお父さん頑張る、お父さん自分は決勝行ってますよ。ウィナーズから決勝進出してる、ギリギリ10位で。全体は何チーム中何チーム突破、40チーム中20チームが決勝いける。 40だよね、 ABCD まであったはず、グループが。10チーム中20チーム半分がいけるんですよね決勝。行ってほしかったノーセプ決勝でも今回の大会ちょっと調子悪そうだった。今日の世界大会って YouTube で、 YouTube と Twitch で配信してる。 YouTube と Twitch 両方。
YouTube で見るじゃん。なんか見たいチームがあれば Twitch で見るし、コマンドセンターって言ってそのチームごとの視点のやつが見れるから Twitch だったら、それが特になければ YouTube で見てる。モセブが出てるやつ試合の時は Twitch で見てた。大会そう、エーペックスの大会見せて、世界大会それ見てる。もうちょっとで決勝が始まる、あと1時間後ぐらい。日韓のチームがめっちゃ決勝行ってるから楽しみ。どこが勝つのか。エペックスして、エペ今日したよ、ちょっとだけ。でもまだね、ランク上がってない。あともうちょいで上がるんだ。あと300ぐらいだったかな。でプラチナ3、確か違ったかな。今日ちょっとやったんだけどね、1時間ぐらいしかやってない。すぐやめた。3試合ぐらいしてやめた。結構やってるよ。1時間はそんなだよ、エペだったら。少ない、3試合ぐらいしかやってない。ちょっとだけやってやめた。あ、開いた。あとちょっとな、そうだけど。あげたい、早く。ダイヤ行きたい。ダイヤ起動が欲しい。あと305、あと305でプラチナ3、あともうちょっと。あんまり変わってない、あんましてないが、してないからね。プラチナ方にはあって、そこまでその作戦ってない。ちょっとプラスしたぐらい、今日3試合ぐらいしかやってないからね。プラチタム何、プラチナってこと。プラチナだよ今、プラチナ方だよ今。プラチナ、プラチナ、プラチナ全部さ、シルバーゴールドプラチナとか全部その大きい区分があって、その中に4つ分かれてるの。またプラチナ方3、1,2,3,4 って4つ分かれてて、今プラチナ方で次が3。今シーズンあとあと23日、23日いけるかな。ダイヤ行きたいけどな。
いけそう。やればいけるんじゃない今回だって。マイナスが少ないから。やれば。でもどのぐらいできるかがわからん。よいしょ。今回のシーズンは盛りやすいからね。今回のマイナス少ないし、なんだっけ、順位が10位以上に入ればさ、確実にプラスだから盛りやすい。後でしたいけど、でも今日はこの後見るから。見るからな。やるしそう。ちゃんとルールとか知ってる。そう、ゲームやってるからね。エピやってるから。わかる。競技も結構、競技1年ぐらい見てるかも。去年から見てる。去年ぐらいから。いや、つどっから見てるっけな。スプリット2ぐらいから。いや、つもどっから見てるかわかんないけど、でも去年から見てる。エレキ1年ぐらい。エビはもうちょっとあるの。エビやってるの。もうちょい。エビやってる。競技を見始めたのが去年ぐらい。エビはもうちょいやってる。23時40分から放送になっちゃうけど、この配信も40分。いや、この配信12時までする。40分スタートやってる。ちょっと待って、試合始まるの何時からだ。これ配信が40分からとかじゃなくて、配信が40分スタートでしょ。試合もうちょっと後だよね。試合12時とかじゃないのかな。違うのかな。私は40分か。後で見る。50分から12時スタート。あ、試合終わった。そのぐらいになったら見とけばいい。一番見たいか、決勝。でやろうかな。なんか、あ、いや、後で明日やろうかな。ちょっともう今日は試合見るか。この後明日やろう。無理だわ。決勝何時までか分かんない。優勝するチームが決まるまで時間ない。決まってない。
と始まりたくないと終わりじゃない。いやーさすがにちょっと眠くなりそう。昨日も見た後で自分もやろうみたいなって思わなかったしな。よし寝ようと思って寝た眠すぎて。でもね見たかったんだよね最後まで。モセプ買ってほしかった。何時までやるか分かんないしな。何時までやるか、何時まで続くか、何時に終わるか。一番最後のやつは決勝は何試合って決まってないから、優勝するチームが決まる前だから、めっちゃ早く終わる可能性もあるし、めっちゃ長い可能性もあるどうだろう。めっちゃ早く終わったところでゲームやんなそうだけど、その後でも早く終わんない気がする。世界大会だから分かんないけど僕のその地域予選は4試合で終わったけどどうだろうね。疲れ目ずっとゲームしててってこと？そこまでなるほど、ゲームしたことないかも。ずっとは。そこまで。ツイッターの制限引っかかった。ツイッターの制限、何それ、制限なんか一日の見れるやつみたいな、あれまだあるの？もう終わったかと思ってた。一日の見れるツイート数みたいな、なんかそれ、あそれ終わってないよ。もう終わったかと思ってたの私、なってない。1日目だけだったかな。まだあるんだ。終わったかと思ってた知らなかった。15分以内に何件も、あ、そんなのもあるの？全然知らないわ。スレッズ？あ、なんかインスタのツイッターみたいなやつ？やってない。なんかやってる人いるよね。よくわかんない、あれやってない。
最近流行ってるし、インスタのインスタ版のツイッターなんていうのがツイッターみたいなやつよく分かってないもん。やってない。おしゃれなツイッター、おしゃれなツイッターみたいな感じやろそれ。全然知らないやってない。なんかそういうのがあるのは知ってるけど、あんまやってないか分かんない。みんなやってんのかな。結構やってる人いるのかな。あんま分かんない。私なんとかやるつもりないけど。おんまゆになってる。嘘、眉毛出てなくない？気のせい。嘘だ。あ、そんな？みんなそこまでやってはないんだ。前が短くなってる。昨日と変わんないよ、長さ。だって切ってないんだもん。早くやっとことコサナピできる。コサナピか。別にどっちでもいいな。お前って前にかかるぐらいのがさ、前より上じゃないの？かかってたらお前じゃなくない？お前は上でしょ。上のぐらいの長さだったらお前。かかってたらお前じゃないと思うけど。お前って言わないと思う。うん。投げて出たらお前じゃない。だからお前じゃないですね、これは。出てないんで。今日ちゃんいつも夜更かししてる。夜更かししているように体調が心配です。夜のが得意なんだよね、私。朝の夜の方が得意だな。大丈夫ですよ、別に。いつも通りなんで。いつもがこれなんで。通常です、これが。睡眠時間どのぐらい？本当にバラバラなんだよね、日によって。本当になんかお休みの日は結構めっちゃ寝るけど、仕事の日はお休みの日ほどは寝ないから、
本当にバラバラ、全然寝ない日もあるし、めっちゃ寝る日もある。寝る時間もバラバラ眠くなったら寝るからな。次の日めっちゃ朝早いとかじゃない限り眠くなったら寝るみたいな。10時間とか寝ると頭痛くならない？ならないね、全然ならない。寝るの好きだからな、全然寝れる。英語やって、いや、やけ前には寝ない。明るくなってから寝るかってこと？いや、全然暗いうちに寝るよ全然寝るけど、でも早い時間、12時前とかには寝ないね。基本ショールームすることが多いし、12時までショールームしてない時でも、夜ショールーム、この時間にショールームしない時は、この時間なんか用事があったりとか間に合わないからしない時が多いから、そういう時だから基本は12時も過ぎてから寝るぞ。いつもそうだね。12時過ぎて何時に寝るかな、バラバラすぎて分かんない寝る時間。バラバラ、寝る時間も起きる時間も日によって。中高生の頃からそんなに、中高生の頃からこんなんじゃなかったかな、多分。あんま覚えてないけど、朝方ではないです。割とこんな感じだったと思う。もうちょっと寝る時間は早かったと思うけど、もうちょっとあんま変わんない。配信見て寝る。エペックスの大会 LGS 見て寝る。そんな昨日ほどは長くないと思ってる。昨日7時前もだった、6時過ぎどのぐらいもだった、6時はあった、6時過ぎぐらいまでやってたから、大会6時ぐらいかな。いや、めっちゃ寝るか悩んだの、ラスト2試合とかで。眠すぎてめっちゃ寝るか悩んだんだけど、
ちょっと応援してたチームがね、あの確定してなかったから決勝に行けること、ちょっとこれ最後まで見たいなと思って。だから見た。終わった瞬間寝たけどさすがにちょっと眠かった。いやでもね、すごかったね。いや最後ね、リアライズファンワンツースリーリアライズチャンピオン取ったけど、ポイントが足りなくって決勝行けなかったのがめちゃくちゃ、そのなんか残念。そうなんかね、ポイントがね足りなくって、3ポイント足りなかったのかな確か。いっぱいキル取ってチャンピオン取ったら決勝いけるみたいな感じだったんだけど、ちょっとキル数が足りなくてチャンピオン取ったけど、そう。えでも最後チャンピオン取って嬉しかった。日韓勢がそう、惜しかったんだよね。リアライズえ楽しみに、ちょっと応援してたチームは落ちちゃったからいないけど、行けなかったから10位内に入れなかったから いないけど決勝でもね、日韓勢がめっちゃいるから5チームもいるから、どこが優勝するか。日韓、韓国のチームあれかな、頑張るお父さん。この大会って何回、年2回、スプリット1スプリット2があって、でチャンピオンシップっていうのがあるの。3回かじゃん、 ELG3 回やってる。日韓合同チーム、いや合同のチームはない。なんていうの、一番最初地域予選があるんだけど、それが日韓の、日本韓国のチームがいる。北アジア太平洋のグループから上がってるから、エパクノス、そこのチームを応援してるから日韓。強い、イカン、え今回めっちゃ強いと思う。決勝めっちゃ残ってるし、めっちゃ強い、強い。でも他のね、他の地域のグループもめっちゃ、グループチーム、他の地域のチームもねめっちゃ強いんだよね。楽しみだね、あとちょっとで始まる。ポーランドルール、あの決勝の
マッチポイント制みたいなやつ。なんでポーランドって言うんだろう。あんま分かんないけど。そう。決勝だけルールがちょっと違って。なんか50ポイント取ったチームがマッチポイントついていってね。そのマッチポイントついてもう一回チャンピオン取ったら優勝。賞金とかあるよ。賞金は決勝に行ったら賞金がある。決勝行かなかったら賞金ないけど。上位20チームだけ。賞金めっちゃすごかったはず。1位とかめっちゃすごかった。ちょっとどのぐらいだったか忘れたけどめっちゃすごかったはず。一番大きい大会だからね。 APEX の APEX の世界大会、唯一ある世界大会がこれ。一番大きい大会だ。賞金4000万らしい。ポイントだと最速で3試合とかで終わる可能性ある。そう、最速でそのぐらい。前回のスペイト2のさ、エパックナンスのリージョンファイナル一番最後の地域予選は4試合で終わった。フナティックが強すぎた。4試合で終わった。びっくりした。終わった時えみたいな、え終わったみたいな。フナティックが強すぎてすぐ終わったもん。もう終わったのみたいな。そうそう、プラチナ、プラチナも行ってるよ。プラチナ方です。今もうプラチナ、今テネさんが押してるチームが優勝した。リドルかな。いや、まだ優勝してるチームは優勝は決まってない。今日ある、これから決勝があるから。まだまだですね。でも優勝そんな感じの可能性はある。勢いが今あるか。リドルめっちゃ、ルーザーズ2もチャンピオン取ってたし、フナティックもね強いよね。ファルブも、ファルブなんかいつもまあまあいい順位取ってる。めっちゃチャンピオンが多いとかではないけど、いっぱいキル取ってチャンピオンが多いとかではないけど、いつもいい順位キープしてるイメージ。ファルブ、フナティックも強い。楽しみ。楽しみ。ノーセップ行ってほしかった。決勝ノーセップでしょ。そのチーム毎大会同じチームが、同じチームが多いかも。そんなめっちゃ変わったりはない。日本のチーム、日本日韓だったらネイキッドがあれかな、今回初だった。ネイキッドっていうチーム。あとは
リドルもか、ネキとリドル、あとはでも大体前回向いたチームだよね。スプリットもここら辺だ。10分中継開始、地球は始まったか、いやいつからもうちょっとかな、ちょっと YouTube だけ開いとこうかな。ちょっと今回は YouTube で見る、 Twitch じゃなくて、あでも Twitch がいいかな、どっちのが見やすい、 Twitch がいいか、 Twitch もあるもんね、日本語の解説めっちゃいいかな。お、あれか、決勝だからさ、解説の方3人いるわ2人とかだったよね昨日まで。3人いるわえ、やっぱコメントも書かれてる、フルパって書かれてる、ちょっと音聞いてないからわかんないけど、3人いるからフルパってフルパ今日3人体制フルパかってやっぱみんな同じこと言ってるいやね、本配信の方見てもいいんだけどな、どうしようかな。でもいやいや、チームごとの視点じゃなくって解説の方見よう、日本のこっちの、今日はこっちにしよう。なんかね、英語のさ本配信の方を見たらコマンドセンターってなんかね、チームごとの視点とか見れるんだよね。だけどちょっといいや、こっちの全体いろんなチーム見たいから、なんか食べてる、パスタ食べてる、こんなえ、お腹空いちゃうじゃん山田さんも、いや見づらいからいいやいや、パスタ食べてる、これかな、この映ってるやつ、このペペロンチーニめっちゃ美味しそうじゃんてる解説の方が美味しそう。いつも食べてるこのそう、スポンサーねついてる、この日清製粉ウェルナ、このなんかパスタとかチュロスとかなんかいつも食べてるんだよね、試合の合間とか休憩の時間、あの各そしてとか試合の前とかのこの時間に紹介でね食べてるんだよねそういつも、しかもこんな時間だからさ、すごいね、お腹空いちゃうんだよね
しみ。あとちょっと始まるんだよね。プリングルズ、確かにプリングルズも美味しいよね。といい時間帯だよね。でもお腹すくこんなの見ちゃったら。ゆべかさん教えて、どうやって見る、どうやって見る、 YouTube か Twitch で調べたら、すごいなんかひげつけてる。解説の方、パスタの次はプリングルス食べてる。いつもつけてんの？いつもあんまね見てなかった、ここらへん。ご飯、夕飯時。いや、この日本の解説は多分ね、日本でやってるはずだよ、確か。現地じゃないはず、これ。これ日本で。だから、普通にこの時間は行ってないはずだけどな、この解説の方たちは。現地にいないはず。うん。え、確か。違ったっけな。日本じゃない？ないと思う、現地に。え、日本だよね、だからこの時間に食べてる。あ、下村さんひげ落ちちゃった。現地ならこの背景おかしい。まあ確かにこの合成の背景。これ TikTok でも配信してるんだ、知らなかった。 Twitch と YouTube しか知らなかった。楽しみ。私の足見るようになってから、あれ、そんなかぽっこりしてきたんですか。この時間に食べるからってこと。ぽっこりしてきちゃった、全部自己責任で。いや、このさ、ツイッチで今見てるんだけどさ、ツイッチのコメント欄とかも「ポテチ買ってこよう」って、みんなもう。あのさっきのにさ、この解説の方が食べてたやつに惹かれてるじゃん。お腹空いちゃうよね、だってこんな時間にそんな食べてるの見たらね。しかもさ、試合の合間もね、そのさ CM が流れるのよ、インターバルとかの時に、深夜になんかそのパスタとかさ
そういうのの CM が流れるの、めちゃくちゃ美味しそうなのもん。そう。CM を。深夜に流れちゃう。あ、食べたくなっちゃう。今コントローラーのあれやってるね、なんか何て言うの、コントローラーの紹介してる。ボイド、私もこれからコンビニ、いやもうだって始まっちゃうからもう行けないよ。行く気ないけど、行く気ないけどね。もう始まっちゃうから行けないな。ウーバー、いやウーバーもいいや、ウーバーいい。私ウーバー今まで1回しか使ったことないんだよね。ウーバーいいや。もう始まっちゃうからな試合。行かないコンビニ。行く気なかったけど、ほんとほんと、もうポテチ買ってやるんじゃない。いやポテチはない、ポテチはって他のものもないけど特に。え、何時までかかるんだろうね。え、食べないけど、食べないけど、マックのポテト、あ、いいね。この時間のマックのポテトなんて最高じゃない？ジャンキーなもの、この時間の。深夜のなんかさ、そういうさ、ジャンキーな、高カロリーなものってなんか、いいよね。よくないの分かってるけど、いいよね。フナティックの絵が映ってる、ファンアートか、すごい、めっちゃ可愛い、すごいね。なんかたまに見るこういうさ、ファンアートみたいな VTuber の方とかさ、あとこういうなんていう、ゲーム配信者の方とかのファンアート、めっちゃうまい。みんな頑張れよお父さん。すごい、この時間家系ラーメン、あ、家系ラーメンもいいね。ラーメンは何でもいいか、この時間最高じゃない。まあ、いつに食べても美味しいけど。スイーツ、お菓子作りしてないな、してない。プリン作ろうと思ってるんだけど、まあ買ってないんだよね、プリンのさ入れ物を作るための容器を。後楽園のラーメン、後楽園行ったことないかも、私行ったことないかもな、ちょっとわかんないけど、多分ないはず。あなたの3人とプレイヤーの3人さん、多分フナティックはね、あ、4人映ってなかった、コーチの方、カマネコさん、最近だいぶ選手の名前とか分かるようになってきた。もう
いや、あの競技見始めて1年ぐらい経ってきてやっと大体分かるようになってきた。前まで全然分からなかったけど。あ、時間ありがとう。じゃあランキングを読みますね。13位からランキング読みます。13位、ヨモリンアットマーク、ユイノさん、ありがとうございます。12位、アイさん、ありがとうございます。11位、大野たかふみさん、ありがとうございます。10位、おまめさん、ありがとうございます。9位、まるさん、ありがとうございます。8位、ラスカールさん、ありがとうございます。7位、としのりさん、ありがとうございます。6位、本校の春もアットマーク、京香おいしさん、ありがとうございます。5位、にゃんこさん、ありがとうございます。4位、しんさん、ありがとうございます。3位、にゃんほそさん、ありがとうございます。2位、ラボーナさん、ありがとうございます。そして1位がケンケンかっこドクロのキャップさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。明日も、明日の配信も今日と同じぐらいかな。明日、うん、明日も今日と同じぐらいですると思います。この後は私はあの LGS エフェクスの世界大会の決勝を見る。もう一番楽しみにしてたからこれ。勝ってほしい、日韓、日韓のチーム優勝してほしい。明日やばいくらい暑い、マジで嫌だな。応援してたチームはちょっとね、いないけど決勝でも日韓のチームがいっぱい残ってるから、そこのチームが優勝してほしい。どこか優勝してほしい。まだ優勝してないからね、今までさ、この LGS 日韓どこも最高が3位だっけ、パルブの。楽しみ。今からパブリックビューイング今から行く？すごいな。でもすごい楽しそうだったよね。なんか一瞬さっき映ってた。もう見てないけど。すごい盛り上がってた。そう、パブリックビューイングやってるの。なんか コスプレイヤーの方もいたりとか、あとあれ飾ってある、ユニフォーム飾ってあったりとか、言ってないけど私は。写真で見た、ツイッターで。あと、その選手のサイン入りのユニフォーム飾ってあったりとか、あと何があるかな、なんか、あ、そう、なんかこれの LGS の今回のだけある、なんかドリンクとかもなんかあったりした。すごかった、行ってないけど。ちょっと私はこの後ちょっと日韓勢の応援してくる。LGS そう、全部 Twitter 情報。じゃあ明日も今日と同じぐらいに配信すると思うので、じゃあまた明日の配信で。行ったのかと思った、行ってない。じゃあそろそろ時間なので、ありがとうございました。またね。
また明日。